はい、皆さんこんばんは、高之でございます。江別市の大学生長谷智也さん殺人事件の件です。いろいろ調べていく中で、ある証言からですね、今回の事件の、きっかけになった流れというのがありまして、報道にもですね、似たような話はもちろん出ているんですけども、八木原アマがですね、川村ハオトに事件当日電話をして、それで川村ハオトの周りにいた、彼氏ですねが、その別れ話をしているというのを聞いて、それなら俺が話を聞いてちょっと締めてやるというような発言から始まり、長谷智也さんが呼び出され、暴行されたということになりますので、一番のきっかけはハオトの彼氏と言っていいのではないかなというふうに思います。で、そのハオトの彼氏なんですが、ゲンちゃんというふうにね、呼ばれております、ゲン一郎ですね。で、その彼についてはですね、初期の頃は情報が入ったんですけども、ここ最近ですね、あまり入らないんですね。ですので、加害者の中で一番情報提供が多いのはユウトですね。ですからユウトは周りから反感を買っているのかなと。要は仲間を売るやつが多いですよね、ユウトはね。ただゲンちゃんとかカイトについてはあまり売られないですよね。だからその辺は人間関係がしっかりしているのかなというふうにも見えますね。他の理由がねあるのかもしれないですが、ですので、ゲンちゃんについてはですね、容姿もですねはっきりしないんですよね。他のメンツは今までね、動画写真にて公開してきましたので、見た目がはっきりしてるんですけども、ゲンちゃんについてはですね、ヘズマリュウに似てるっていうこういう写真しかですねあんまり出回っていないんですけど、今回ですね、ハオトのインスタをですねもう隅々まで探ってですね、ゲンちゃんの一番こう顔がわかる映像をですね拡大してですね、皆さんにお見せしようかなというふうに思います。まずはこちらです。これは違った、ハオハオの太ももでした、失礼しました。まずねこちらから見ていきましょうね。このようにですね、愛子の相思相愛という曲に、合わせてですね、このような映像を貼り付けているということで、これペアリングですかね。ペアリングをねお揃いで買っているとね。これシルバーかプラチナか分かりませんけども、素晴らしいことじゃないですか。こうね、若い男女の2人がね、愛し合っていたということでございます。これね、旅行日、記念日旅行2日目ということで6月15日ですね、おそらく函館に行った時の映像じゃないかなと思うんですけども、次こちらですね。ゲンちゃんの後ろ姿ですね。五稜郭をね、バックにこのように、おそらくカメラはハオトがね撮っているんでしょうかね。次なんですけど、こちらですね。これもね、記念日旅行2日目の中に入っているんですけども、このように、写真が載ってますね。で、これを拡大するとゲンちゃんのねお顔がよくわかるかなと思いまして、拡大しましてみました。こちらでございます。これがですね、実際に加工がほとんどされていない映像の2人ということになります。もうね、TikTok とかで、TikTok やインスタでね加工されてしまうと、もう可愛くなっちゃって誰がだかわからないようなね、ハオトよりゲンちゃんの方が可愛らしくなっちゃったりしてね、もうわけわからないことになってしまってますので、これがね本来のゲンちゃんの姿
で、こう顔隠すとヘズマリュウに似てるんですけど、この素顔を見るとそんなにヘズマに似てないというね、ことがよくわかりますね。はい。まあ、ヘズマリュウもね、とんだ、ね、迷惑 YouTuber が、迷惑させられてしまってるというね、ところなんですけども、はい。まあ、ゲンちゃんね、こんな顔つきをしております。ということで、まあ、ゲンちゃんのことをね、ご存知の方がいらっしゃればですね、ぜひ情報提供の方をいただきたいというふうに思います。Twitter の方にですね、私、DM 開放しておりますので、ご連絡いただければと思います。そしてですね、まあ、事件のことをね、犯人、加害者たちから聞いてるよっていうね、方がね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。もしくはその加害者から、被害者の動画が送られてきた、写真が送られてきたっていう方がいらっしゃるのは聞いてるんですけど、その直接私にご連絡いただいたりとか、私に写真を動画を送っていただいたりは、いただけてないので、もしよかったらね、ご協力いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。では失礼します。